用部または用部号は大韓帝国が保有した最初の軍艦である。前身はイギリス製の貨物船で日本で商船として使用されていたものを購入した。日露戦争中は日本海軍の仮想巡洋艦揚げたけしとして使用された。本船はイギリスのミドルズブラに本社を置く造船会社レールトン、ディクソンにより建造され、1888年2月に サンダーランドで浸水した。イギリス戦績においてパラスの船名で運用されていたところ、1894年8月に日本の三井物産合名会社が25万円で購入して、勝利詰まると改名した。三井物産では、文字港、口の都、香港、シンガポール、南洋諸島間の貨物航路で運航されていた。1903年4月1日、本船は、 軍艦としての改装工事を受けて大韓帝国に売却され構造により秋武と改名された。初代艦長は第一次艦肥留学生で日本の東京商船学校を卒業した新潤明。大韓帝国はこれ以前の1893年に近代海軍の創設を試みて海軍士官学校を開校するなどしていたが、 日清戦争中の1895年に日本によって中止を強いられていた。そのため、本戦が大韓帝国軍にとって最初の近代軍艦となった。なお、日本の新聞記者の塩崎休憩月によれば、秋田家導入の目的は、1903年に予定された構造即位40周年記念式典において、各国軍艦との間で礼法を交わすためであったという。 搭載兵装は、千手楼と千尾楼の両限に 12cm 炭素砲を各一基、船橋と千尾楼の両限に 47mm 炭素速斜法を各一基である。官によれば、売買代金は当初55万ウォンであったが、あまりに高額であるとして多くの国民から批判を受けた。交渉の末に20万ウォンに減額されたが、 大韓帝国政府にはその支払いも困難で、三井から毎月五千ウォンを売で借り入れしなければならなかった。日露戦争が勃発すると、本船は臨時に日本海軍によって使用されることになった。日本海軍編参の極秘明治378年海戦士の第一部戦記によれば、海戦直後の1904年2月9日の二川沖海戦時に、 本船は韓国軍艦として、新川港に停泊中であったが、特段の行動をしていない。他方、同所の第7部イム衛星巻12では、開戦当時、本船は三井物産が大韓帝国政府から借り受けて、日本へ開港、横須賀軍港に係留中であったとしている。同年2月27日、本船は日本海軍と三井物産の要船契約により、 改洋された仮想巡洋艦ヤワタマルの代わりに、クレチンジュフ所管の仮想巡洋艦秋武として使用されることになり、横須賀海軍交渉で所要の改装工事を受けた。兵装類は既存のままで、弾薬小増設のほか、倉庫や居住設備の改造が工事の中心であった。1904年3月23日に、ほぼ偽装を終えた元船は、佐世保軍港を経て、 海州に進出し、同年4月28日に、同地で、第三艦隊に編入された。同年5月初旬に、第二軍上戦の輸送船団第一艇団の護衛と、両島半島塩大王への上陸援護を行った。あと、三島半島沖の浦町三列島病地を拠点に、艦船や海軍陸戦重砲隊に対する補給、洋上警戒、総海部隊の援護等に従事した。 9月、上院にジョーチフスが流行したことから、消毒と整備などのため佐世保へ帰島した。1904年10月からは、第7戦隊に編入されて、渤海の警戒監視任務についていたが、1905年2月に、戦艦、八島の元上院114人を便乗させて、仮想砲艦3隻を護衛しつつ、佐世保に帰島した。本戦は、 クレ軍港に開港されて、船体検査を受けた結果、船体も機関も老朽化していて、軍艦としての使用は不適当と判定され、2月19日に改約の内命が示された。3月9日に佐世保で元山防備隊に引き渡されて上院は、総員退艦、6月28日に開用された。日露戦争後に元船は大韓帝国政府のもとに戻されたが、 1909年11月に、合資会社、原田商業が4万2千ウォンで落札し、活立丸として、日本の商船席に戻っている。1913年に、原田商業から、八馬財閥の八馬商店に売却された。当時、八馬商店船舶部は、本船を含めて、中古商船11隻を、次々と購入して、船体を増強中であった。しかし、 本船は第一次世界大戦中の1916年に海難事故により沈没した。ありがとうございます。